ではあなたのファンディング希望額は？500万円を希望します。あなたが思い描く未来の姿は？生ゴミ処理機を普及させ、後世に自然を伝え続けられる社会を実現することです。タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。志願者たちのその後は、令和のエトセトラチャンネルへ。もうけん。ではどうぞ。こんにちは。こんにちは。どうぞ。よろしくお願いいたします。今宵もタイガーファンディングの面々が鋭く目を光らせる。ではまずお名前をどうぞ。大阪から来ました小川雄一、28歳です。ではまず3つの中から投資の形態をお選びください。融資でお願いします。ではあなたのファンディング希望額は？500万円を希望します。あなたが思い描く未来の姿は？生ゴミ処理機を普及させ、後世に自然を伝え続けられる社会を実現することです。ではオールアナセン、新しい未来をつかみ取れ、キャッチザファンド。ではあなたの経歴と事業プランをお聞かせください。事業概要は、この生ごみ処理機を海外から仕入れてきまして、日本で総販売元、OEM メーカーのような形で販売していく事業になります。この箱の中にですね、土のようなものが入っていまして、酵素と特殊な菌が入っています。ここの中に生ごみをポイッと入れていただくと、水と炭酸ガスに分解してしまいます。何もなくなるのかというふうに質問を受けることが多いんですけども、実際には微量の残りカスのようなものが出ます。でも私これ3年間使ってるんですけど、その中で内容物を取り出したのは1回だけで、3年使っても1キロぐらいしか出ないと。それぐらい手間のかからない商品になります。料理をするようなご家庭だと生ゴミって絶対出るかと思うんですけれども、料理していて出た生ゴミを、捨てると、三角コーナーに溜められるようなご家庭が多いかと思うんですが、匂いが発生したりとか、コバエが発生したりと。生ゴミを一般ゴミと一緒に捨ててゴミ箱に入れておくと、汁が出てきて、ゴミ箱の底になんか汚い汁が溜まってしまったりですとか、そういった悩みを抱えている方がいらっしゃると思うんですね。その他、高齢者の方なんかだとゴミ出しが大変だというような方は、この生ゴミ処理機使っていただくと、つどつど開けて捨てるだけで生ゴミが全てなくなってしまうので、キッチンの生ゴミの匂いがなくなったりとか、コバエが来なくなったりですとか、あとはゴミ出しが軽くなる、そういった課題を解決する商品です。経歴ですね、京都で生まれまして、大学では微生物の研究をしていました。大学の頃から経営者になりたいという目標があったので、ベンチャー企業に就職すると決め、東京に出てきて1年間ウェブサービスの営業マンとして働きました。で、その仕事内容が中小企業の経営者の方にインタビューをするという仕事だったので、その時にいろんな社長さんから、もし経営者になりたいんだったら早くやった方がいいよっていうようなお声をいただいて、真に受けましてですね。で、1年経った時に脱サラをしたという経緯になります。で、実際何をするかも全く決めていない状態で会社を辞めてしまって、半年ぐらいで貯金がなくなって、全くうまくいかなかったので心も少し病んでしまったんですね。2ヶ月ぐらい引きこもってた時期があったんですけど、友達の言葉をきっかけに自分何がやりたかったかなというのを考えて、その時に思いついたのが無人島に1ヶ月住むっていうことだったんです。1ヶ月本当に何も持たずに無人島に1ヶ月住みまして、12キロ痩せて帰ってきました。で、その後またこれも何をしようかなと考えてた時に出会ったのがこの生ゴミ処理機だったんです。この商品最初に見た時に分解実験を見て、おーすごいなと。自分が会社やる時にどうせやるんだったら環境にいいこととか、自分が大学で研究した微生物に関係するような事業をやりたいなって漠然と
思ってたんですけど、この商品だったらぴったりだと、なおかつ環境にいいし、すごく便利だし、素晴らしいなと思って、すぐに会社を立ち上げて、代理店事業をスタートしました。しかし、1年ぐらい経った時に、まあ、バラバラと売れ始めて、これもっと売れるんじゃないかと思って期待をしてたタイミングで仕入れが止まってしまいまして、輸入していた会社とも連絡が取れなくなり、また借金を少し抱えてしまったと。知人の会社から下請けでウェブ関係の仕事をいただいて、2年間必死に働いて、なんとか少しの貯金と、あと生活も安定して家庭を持って、で大阪に東京から引っ越して、現在に至るんですけれども、どうしてももう一度生ゴミ処理機やりたいなっていう思いが忘れられなかったので、自分で海外のメーカーに連絡を取ったりとか、以前仕入れられてた会社に連絡を取ってみたところ、どうやらやらせていただけるかもしれないというところで、交渉していきまして、無事今基本的な契約に関しては済んでいるという状況です。 Google のシークレットウィンドウで無人島と検索したら1位ですね。学習塾業界の虎、正統後継者、株式会社エーバー代表林直弘34歳、年商70億、日本初、授業をしない塾武田塾の教場数は200校を突破。フランチャイズで全国制覇を成し遂げた虎は何を求める？すごい、無人島で1位取ってるのすごくないですか？全く意味ないでしょうけどもうけどそれでも僕は結構それだけですごいなと思いますけどね。どうでした、サバイバルは？ほとんどホームレス生活のような形で、はい、ナイフとテントとマッチと、あとはそうですね、水もなく食料もなくで行ったんですね。なので途中で水が枯れてしまって、雨水を飲んでたんですけど、もうどうしようと思った時に、漂流してるペットボトルっていっぱいゴミが流れ着いてるような島だとたくさんあるんですけど、そこに残っているお茶とかあと炭酸のジュースみたいなものを飲んでしのいでいました。すごいね。それぐらい過酷な生活で、ほとんど食べるものもなく、本当に日頃の生活に感謝をした1ヶ月でした。人が残したペットボトルが流れ着いたのを飲んでたってことですよね、はい、そういうことも、まあ、逆に、ね、耐えられる方というか ね、はい、別に無人島出ればいいわけですからね、そんなね、はい、すごいですよね、うん、無人島での1ヶ月サバイバル経験を持つ志願者、過酷な生活を乗り越えた男の姿は虎たちの目にどう映る？資金調達計画の中で2500万のうち500万が今回の死亡金額じゃないですか。で、自己資金が300、両親が400、日本政策金融公庫が700で、今審査中の銀行がっていうのは、これはもう全部審査中のもの以外確定してるっていう認識でいいんですか？はい、正確には、融資、銀行融資の方に関しては1000万で今申請を出してるんですけれども、まだ分からない状況で、一応もし通ったら、まあ、500万ぐらいに抑えて借りようと思ってますということで500にしています。2500万のうち約2000万をもうすでに自分の力で用意しているっていうところに、僕はすでに能力の高さというか行動力の証拠が見えるんで、ありがとうございます。すごくいいですね。政策金融公庫700万通った、はい、で銀行が今審査中、はい、どうですか、手応えは取れそうですか？一応銀行の方には全然大丈夫だと思いますというふうに言っていただいてます。それは今までの会社の経営がいい感じだからですか？事業概要か経歴なのか分かんないですけども、同時に申し込んでるとかじゃないですよね。ちゃんと政策金融公庫も行ってますよと、で銀行さんにも政策金融公庫で融資が受けてるってことを説明してってことですね。あ、そうです、はい、なかなか700、500ってそんな出ないと思うんで。社長の動画のやつですよね、ね、よくありますよね。そこの営業されてたんですね、はい、
今の会社はどんなことをされてるんですか？以前そのウェブ関係の仕事を下請けで受けてやっていたんですけれども、そこからその関西に引っ越したタイミングでそれをもう一旦ストップしまして、生ゴミ処理機に集中しようということで、情報収集であったりとか、実際にこれが仕入れられるかどうかっていうのが分からなかったんで、自分で今日本で売っている商品の会社さんにアプローチして、一応3商品取り扱いさせていただけるようになって、それを今 Amazon で売ってるっていうような状況になります。儲かってますか？やはりその代理店契約で加盟金も払ったわけではないですし、ある程度の値段で卸していただいて販売させていただいているような状態なので、利益率はすごく少ないですね。どうやって売るんですか？フリーランスの王が志願者のいかなる野望も嗅ぎ分ける、ストックさん株式会社代表株本裕樹、年商5億、若干28歳、数千人のフリーランス集団を統括する若き野心家は、今宵志願者へ手を差し伸べるのか、あるいはどう猛に喉元をかっ切るのか。どうやって売るんですか？一番最初はウェブで、Amazon とか、で販売しようと思ってます。要は代理店なんで営業力勝負かなと思うんで、その営業戦略が聞きたいですね。どっちかっていうと、生ゴミ処理機で検索すると、一番最初に出てくるのって Google ショッピング広告といいますか、Google ショッピングで、生ゴミ処理機がいくつか出てくるかと思うんですけど、まず Google ショッピング広告で生ゴミ処理機って調べた人に対して、この商品がまず目につくように広告を打ちます。今 Amazon の中でも生ゴミ処理機というふうに検索している方がいらっしゃって、その中でも実際に購入されているので、Amazon の中でも広告を打ちますっていうのが一番最初取り組んで、ミニマム10台売れるかなっていうところで、そのあたりの広告を考えてます。でそこから Google AdSense 広告で直接 LP を作って販売してもいいんですけど、いろんな方に聞くと直接だとなかなか難しいかなというふうに言われるので、一旦生ゴミ処理機の比較のような記事を、ページを作って、そこでアクセスを集めて、そこから Amazon であったりとか自社の、販売カートといいますか、ショッピングサイトに飛ばして販売していこうと思っています。そしたらなんかもうそのウェブだけで完結するなら、別に仕入れないでアフィリエイト契約みたいな感じで売ったらいくらみたいな、それだと厳しいですか？最初私もそれを思っていて、もちろん自分で仕入れるリスクもありますし、代理店のような形でやるのが一番いいかなとはもちろん思ってたんですけれども、私にはやりたいことがあって、生ゴミ処理機でだったらナンバーワン日本で取れるんじゃないかなと思ってます。まずこの商品で日本でナンバーワンを取って、自分で自社開発をやりたいんですね。ただ今、そんなにたくさん売ってない状況で、お客さんの気持ちも分かんないかもしれないですし、本当にいい商品が自分で作れるかどうかも分からないんで、今この海外で実績があるこの商品を使って、実際に自分でお客様の声をたくさん聞いて、より良い商品っていうのを自社開発したいです。そのためにまずこの商品でチャレンジしたいっていうふうに思ってます。それはアフィリエイト契約じゃない理由にはなってないと思うんですけど、アフィリエイトで売るのと普通に売るのと何が違うんですか？要はその商品を売るっていう意味では、一回仕入れて売るのか、その売ったマージンだけもらうのかっていう。この商品に関しては、私が仕入れるしか今のところ誰のどこ他の会社も仕入れてくれてない状況なので、自分で仕入れるしかなかったっていう形です。それが絶対一番いいんですね。一応私日本にある生ゴミ処理機は全部使ったり、実際に見て触ってやってみたんですけど、この商品が一番良かったです。その一番いい機会がアフィリエイト契約みたいな、仕入れない形を許してくれなかったってことでいいんですか？そうですね、はい。それはなんでダメなんですかね？やっぱまとめて買わなきゃダメだよみたいな。そうですね、今これ韓国で売ってる商品なんですけれども、中国で工場がありまして、部品とかが日本と韓国だと違うんですね。なのでそのロットがある程度まとまった台数じゃないと作れないっていうふうに言われてまして、ある程度まとまった額で仕入れないといけないっていう。目指すは生ゴミ処理機のシェア日本一、自社開発をも視野に入れる志願者だが、果たして次回、男の生ゴミ処理機への熱き思いが明かされる。トラと志願者を大募集、詳しくは概要欄から。ほとんどの大手さんが撤退してしまった